お誕生日おめでとうございます、先生。今日だけは特別に、私が腕を振るって料理を作りますよ。先生、お誕生日なのだったらカフェを貸し切って、一日中ケーキを食べよう。今日一日、私が一緒にいてあげる。お誕生日おめでとうございます、先生。誕生日にはやはり、ケーキですわ。 新鮮な生クリームを乗せてもいいですし、濃厚なチーズをたくさん乗せても、新鮮なフルーツを乗せてもいいですわね。お誕生日おめでとう先生今日は特別に私が遊んであげるそれじゃあ、何食べに行くお肉お魚それともチキン